い、皆さんこんにちは、星の子です。今日は 3COINS で購入してきたものを紹介したいと思います。それでは早速スタート。じゃあ購入品紹介します。 3COINS はよく行くんですけど、必ずねアクセサリーを大量に買ってくるんですよ。アクセサリーから紹介します。まずこちら、こちらのこのパールがタラーンってなってるやつ、ちょっとパールとパールで合わせました。これを買いまして、続きましてこちら、こちらこれもなんかチャラチャラいっぱいついてるんですけど、黒いトップスとか麦わら帽子とかにすごい合いそうだなと思って買ってきました。こんな感じ。次こちら、かわいい、これかわいい、これすっごいかわいいですよね。グレーとホワイトのピアス、なんか大きくてチャラチャラしてるけどあんまり存在感がない感じどういうこと。これ買いました。そしてピアスが次がラストです。これ結構アクセサリーゴールドのものが多くて、シルバーのこうネックレスつけるときにピアスとかすごい困ってたので、とりあえずなんかシンプルでシルバーのもの欲しいなと思ってこれを買いました。ただの棒そして次ゴム、こちら大好きな星のゴム買いました。ちょっと今までの経験上すぐねこのゴムの部分が柔らかくなって最終的にちぎれるっていう羽目に陥るんですけどこれは割としっかりしてそう、大丈夫かな。最近ヘアアレンジがめんどくさいと一本に弱いちゃうことが多いので、こういうかわいいねゴムをつけてちょっとおしゃれに見えるかなと思って、こんな感じ。まあ、ちょっとぐしゃぐしゃだけど、次もゴムです。こちら薄紫色のお花のゴム、これも可愛いなと思って買いました。こんな感じですまあこんな風に弱かないとは思うんですけど、弱くとこんな感じです。そして次にこれ、こういうのなんて言うんでしたっけ、バレッタ、バレッタみたいな感じ、ピョンってなるやつ、ピョンって。こちらはですね、ハーフアップした時につけたいなと思ってやってみよう。こんな感じでつけたら可愛いかなと思って買いました。そして次もヘアアクセです。こちらヘアバンドです。なんて言うんだろう、こういう柄はトロピカルみたいな感じこれは前回の星野リゾートのビログでもつけてたやつです。インスタにも載っけてるんですけど、300円です。これこういうのはお得だと思います。で、あともう一個がこちら、これは花柄です。ん、なんか何これ、なんか違うよね、なんかイメージしてたのと違う、なにこれ、え、なにまあいっか、ちょっと合わないね、これは妹にあげようまあこれはね300円じゃなくて150円で売ってました。こっちの方がお気に入り。アクセサリーは以上になります。次はサマーグッズ、夏に使えそうなものを買ってきました。こちら浮き輪です。フラミンゴ柄の大人用の浮き輪で、ハンドル付きなんですよね。すごい、最近すごいあのフラミンゴにハマってて、これを見つけた瞬間買うと思って買いました今日もねフラミンゴ着てるんですけど、フラミンゴのカーディガン、前回のビログでもフラミンゴの T シャツ着てました。最近フラミンゴ見かけるともう買いたくなっちゃう。なんかフラミンゴでいいグッズがあったら教えてください。これは9月に沖縄に行くので、沖縄でちょっとこれでプカプカって浮かぼうかなって思って買いました。そして次こちら、日傘兼雨が降った時に差してもいいっていう兼用の傘です。おー、すごい、日が入ってこないようにちゃんと加工されてます。こちら長さ50センチって書いてあるけど、何の50センチだろう、半径50センチってことかな。ちょっとでも影になってた方が涼しいので、え、なんかちょっと汚れてるのが気になるな、見えますか、ここちょっと穴ぼこ開いてる。まあしょうがない、こういうところはねちゃんとしっかりしてるから大丈夫かな。はい、次にこちらピンクの帽子買いました。無地のピンク色の帽子を探してたら 3COINS で売ってたので買いました。形もちゃんとしてて、まあ生地感はそんなに
まあ、よくはないんですけど、プール入る時とかに被りたいなって思ってたので、プール入ったりとか、まあ、海入ったりとかする時用に使うんだったら全然ありかなと思って、まあ、海は入んないですけどそして次こちらです。ここでホワイトのショーツ買いました。これはちょっとワンピースとか着る時ちょっと念のため履いとくやつ。ブラックもあったんですけど、私はホワイトにしました。そして次がラストです。こちらです。このモノトーンのね、袋もうすでに使っちゃってるんですけど、この中におもちゃいっぱい入れてます。で、ここにマジックテープがついてて蓋が閉まります。こんな感じです。まあこんな感じでボンって我が家ではソファーの横に置いてます。箱とかのね、おもちゃ入れもあるんですけど、箱がちょっと嫌で、ちょっとクシャクシャっとした袋が欲しいなと思ってて、まさに理想のね、ものを見つけたので買ってきました。っていう感じで以上になります。ちょっとでもこの動画が良かったよって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。